噛みつくか、インドロドケビブラックマンバ。赤コーナー、171センチ、69.9キロ、川尻達也。ドリームライト級トーナメントの中心人物、クラッシャー川尻達也。平和ドリームワンライト級グランプリ2008開幕戦です。さあ高坂さん、はい、いよいよ川尻の1回戦です。そうですよね、気合入ってますよね。決して戦ったことがない相手、十分に注意しなければいけない相手がこのブラックマンバです。堂々の優勝候補の大本命、日本の川尻、いざ出陣。さあまずはファーストコンタクト、とにかく膝に注意を払っていただけではパンチあるいは蹴りが飛んでくる、距離を間違えないようにしなければいけないとクラッシャー川尻は話しています。その高坂さん、距離ですよね、はい、そうなんですよ、今これですよね、はい、狙ってますね。帯膝が飛んできました。若さん、我々は何度もこれ見てきましたから、怖い膝ですからね、気をつけてほしいですね。川尻選手、今はハイキック気味に飛んできました。さあタックルから倒す。ゲスト解説は山本キット紀文さんです。キットさん、はいはい、さあ川尻始まりましたね、いよいよ。そうですね、これ見た感じも全く違う2人だし、はい、戦い方も違うからどうなるですかね。まあ、何よりも川尻は戦前からプライドとヒーローズそれぞれの看板を背負ってこのドリームの舞台で戦うんだと話していました。絶対に負けられないんです、川尻は気合が入っています。さあ上になりました。ここからは川尻は上になってのパンチを振り下ろすパウンドという技術には非常に長けています。相手をうまくコントロールしながらパンチを落として、まあ、クラッシャーという異名もついています。パウンドの破壊力は他の選手よりも強いんですよね。一発一発が重い、とても70キロの体とはね、若さ思えませんから、川尻は。そうですよね、大きいですもんね。さあしかしグランドのテクニックも磨いてきているというインドロドケビブラックマンバです。須藤さん、この長い手足も厄介なんですよね。そうですね、立たせない方がいいですね。立たせない、はい、やはり寝技でこのまま攻めていって決めちゃった方がいいと思います。はい、足を取ってますね。足を取っている。さあ決めに行くのか。総合格闘家として打撃決め、全てが超一流ではなくてはいけない、それが川尻のこの総合格闘技に対する信念です。立たせないですね。立たさない方がいい、はい、やはりスタンドではちょっと元気さ、分が悪いと見てますか。やはり身長差がすごくあるので、はい、12センチです。はい、もう一回片足タックルですよね、はい、しつこくいった方がいいですね、こういうところ、はい、ここから両足タックルに川尻選手は変化するのが得意ですから、はい。まあ、この川尻は茨城県に生まれ、まあ、野球そして陸上競技、実は高坂さん、はい、格闘技の経験全くないそうですね。そうですよね、そこからのここまでの強さを身につけた男です。自分なんかコンプレックスの塊なんですよと、それを逆にバネにして戦うクラッシャー川尻達也です。さあ首を決めに来ていますブラックマンバー、まあ、所秀夫との、まあ、リベンジ戦になるかと思われた戦いでも逆に寝技で葬り去った、その寝技の技術も身につけていますブラックマンバーです。まあ、かつて戦った宮田和幸に言わせるとレスリング技術もブラックマンバーはあるんですよという話をしていました。腰結構強いですね、はい、倒れないね、倒れないですね、倒せると思ったんですけど。まあ、スタンドでフィニッシュは殴り合う、そんなシーンもあるかもしれないと川尻は話していましたが、どうやら元気さん、失礼、元気さん、ここはやはりスタンドではなく、まあ、倒して勝負しようという川尻ですか、序盤は。の方がやはり得意の方で攻めた方がいいと思いますね。はい、まあ、盟友である同じ茨城の、まあ、石田もここはセコンドにはついています。ただこの状態っていうのは攻めてる川尻選手の方がスタミナをどんどんロストしていくので疲れますからね、どんどん疲れていくんですよね。なるほど、だからこれで上になれなかった場合、はい、辛いですよね、はい、そうなった時にブラックマンバ選手勝機ありますよ。なるほど、まあ、川尻はこのブラックマンバに対しては規格外だと、この70キロで183センチ、さあ来た、倒した、上になった、これで元気さんいいんですね。はい、前ですね、はい、これでパスガードして横についてで攻めていったらいいと思います。まあ、こういった体勢からも非常に強いパンチを打っていく、とにかく一発一発が重いパンチを持っている川尻達也です。だからこそクラッシャーと言われて戦っています。ボリューム1ライト級グランプリ2008開幕戦、日本の川尻達也優勝候補の大本命です。しかしキットさん、ブラックマンバもなかなか寝てもやりますね、はい、そうですね、やっぱ間開けちゃうと足長いからスッとこう
入ってくるから、ああいう風に密着した方がいいと思います、はいはいはい、さあサイドを取りました。しっかりとサイドを取って相手の首をしっかりと決めていきます。まずは横翔、入りましたね。今のこの膝ですね、これ危ないですね。右の膝、グランドの状態下になって逆に難しい状態のブラックマンマが膝を出しています。この膝は高坂さん危険ですか？危険ですね。あの自分も試合で過去こういう風な膝もらったことあるんですけど、はい、かなり効きますよね、この下からの。ストロークがしかも長い分だけ、あの威力がすごく強くなるんですよね、ブラックマンマ選手の。ラッシュが長い分加速がつきます。さあ下からの蹴り上げ、これは気をつけたい川尻。右のパンチを振り下ろす、バックの、さあバックに乗った、バックについた、バックについた、絡みつく、ショックスリーパーだ、首に絡みつく、日本の川尻、さあ首に行く、首に行く、決められるか、落とすか川尻。さあ必死になって食らいつく。さあどうですか、入りは倒したですかね、これ。ディフェンスされましたね。ディフェンスされた、はい、ただあの足まだそうですね、足もしかロックできていないので、振り落とされてしまうかもしれないんですよね、はい、だから、降りてこういうことですよね、はい、こうなってしまうと、はい、下がって、パンチが来る、パンチが来る、残り5分を切りました。一進一退の攻防が続いています。まあ、なかなかこういうタイプは高坂さん、はい、まあ、シュートプライドにはいませんからね、こういうタイプは。そうなんですよね、この身長でこの体重っていうのはちょっとありえないですから、はい、まさに規格外の毒蛇ブラックマンバです。結構動きが柔らかいですよね、体も柔らかい、はい、そしてムエタイの技術では北米の王者になったこともあるその打撃センス。ここは下になった日本の川尻、やはりキットさん、ここ上からのパンチというのは要注意ですか？そうですね、多分すごい距離からもパンチ届いちゃうから、はい、まついてた方がね、左足を絡めるようにしてしっかりと距離を作らないように、空間を作らないように、相手にパンチを打たせない日本の川尻です。残りは間もなく4分です。しかし川尻はまあクラッシャーといってパンチの選手かと思いきや決めの技術も超一流。これはあの足を使ってラバーガードっていうガードの仕方なんですけれども、あの足を使ってブラックマンマ選手の右腕を取ろうとしてるんですよね、はい、今外れましたけれども、それディフェンスされたのですぐに攻撃に変えたんですよね。立ち上がりましたがまた片足くる、ここも持ち替えて押したいですね、はい、なんとかグランドの勝負をという川尻、両足にした方がいいですね。両足 で、 そうですね、両足取って、両足を取りました。ロープを制するブラックマンバー、まあ、押し込まない方がいいんじゃないですかね。あ、それは、引いて回して、はい、テイクダウンの方が、体力も使わないし、もう多分結構体力いっちゃってんじゃないですかね。うん、川尻の方がですね、うん、だからあんまり押し込まない方がね。残りが3分半です。静まり返った埼玉スーパーアリーナ、ね、ブラックマンバー選手膝を気をつけた方がいいですよね、はい、あの今向き変わりましたけど、これ横振った方がいいですね。逆にこのトーナメントのど真ん中に、ドリームのど真ん中に自分は立ちたいんだと川尻は話しました。絶対に負けられない川尻、さあ倒します。ポジション的にはややロープ際です。しかしここは戻されます。リング中央、このラスト3分は高坂さん勝負ですね、はい、勝負なんですよね、ここなんですよ、ここで攻め込めるかどうかなんですよね、はい、1ラウンド10分、ファイナルラウンド5分です、はい、上になった